はい、今日はですね、静岡市のね、新カーテンにね、今来ています。これはチラシなんですけどね、でここのですね、今日は2024年2月27日、28日ということで、まあ、2月はね、28日しかないんで、27日と28日を5% 引きにしてるんですよね。普通の時は20日と30日がね、5% 引き。それで GG カードが持ってる人はね、2月15日もね、5% 引きになるんですね。で今日は一応今午後7時ごろなんですけどね、こういう時割合勤務先からね、帰ってくる人が家に帰る途中でね、やるんですよね、買い物をしていくと、そういう感じになるんですよ。でここはですね、今特徴はですね、こういう感じでここも無人レジでですね、無人レジで8台ありますよね。無人レジが8台あって、それでここを一人で従業員がね、管理してるわけです。で、まあ、こうすることによってですね、従業員のね、人件費をね、安く済むことができるわけです。で、まあ、単純に考えれば7人分のね、人件費を節約できるわけですよね。で、こういう感じで、まあ、あと2人はね、普通のレジでね、やってますよね。で、まあ、いろんな人がいますから、まあ、こんな感じですよね。新カーテンって言ってね、ちょっと金棒通りからね、金棒通りのでで、ですね、まあ大体わかると思います。新カーですね、新カーテンですから、でこんな感じで、ね、隣に、ね、レモンさんがあるんですよね、100円ショップレモンとかね、でここにオートバックスとかね、あります。結構ね、駐車場も広いしね、いいと思いますね。でここにクリーニング屋さんがあったりとかね、でここにアイネットとかね、ありますね。まあ、こういう感じで、このとにかくスーパービッグってね、すごくお茶サービス、マックスバリューとはちょっと違うんですね。前はマックスバリューとビッグが一緒の会社だったんですけど、これ分かれましてですね、マックスバリューというのはちょっと営業の仕方が違うんですよね。お茶サービスだとかね、ドライアイサービスだとか、いろんなサービスがすごく多いですね。おいでイートコーナーがあったりとかね、おいでレジのね、案内みたいなね、そういうところもありますし、そういうことで、そういうところにすごくお金かけてるんですね。それをその分多少ね、こうスーパービッグよりも値段が高いんですよね。でもまあ一つのお客さんではね、やっぱり自分の住んでる近くの店へ行く行ったりね、する人が多いと思います。ね、で、あとまあみんな食べ物にもね、いろんな好き嫌いがありますよね。ものすごい自分の好きなものは自分の店を変えてね、売ってる店に買いに行くという人がね、多いと思います。